行きましょうか。おお、いやなんかフレイムエンチャントって言ってなんか、おお、行こうか許可できるやつあったんだけどな。おお、あれほんとパイロマンサー使えへんな。言うな言うな。あ、ちょ、もう一回止まって。じゃあこれでもう決めます。あ、行きましょうか。なんなんこれ。パイロやめちまえよ。向いてないこれ。向いてないから。ここ、あ、いた。撫でております。撫でボスか、止まらんでくれよ。もう、うわ強そう。止まるなよ。これ止まらんかったらもう確定な。運営は仕事したっていうこと。最初あれ強化するんで待ってくださいね。エンチャントポイント。いいね。動けるー。よーし、来た神ゲー。動けるだけでこんな嬉しいことなんてないよ。神ゲーですわ。神ゲーやだこれ。うわー、めっちゃタンク飛ばされた。ちょっと動き早ないこれ。はい。ゴリゴリ削る。おお、いけ。あれ外した。あれ効かないな。これミスになんねんけど。あ、なんでですか。オッケーオッケーオッケー。なんやろ、ダウン的な感じかな。おいしょー、イエーイ。オッケーオッケー。よし、これで報告いこうか。はい、じゃあどっちから。反復。よし、あ、ガブリアングローブ。あ、また経験値カードもらえる。本当だ、うんうん、これでもう一回反復やろうか。はい、手伝います。これひたすらさっきのさ、あの葉っぱみたいなのを除去するだけ。けどそれだけでさ、経験値カードもらえるって美味しいと思わん。そうですね、うん、こういう簡単なお仕事ですから、うん、ちょっとね、めんどくさらがられるタイプのクエストかもしれないけれどもね、こういうことをね、地道にやること、それがね、あの上級者プレイヤーへの道。そうですね、うん、もう分かったんでね、うん、今回もう前回の僕だったらもう、そう、あ、いやいや、あ、ムシムシって勝手にやってろとか言ってもそう、レベル2のねカードもらえるんやったらやらないとね。そうっす。よし、あのさ、ユポン、はい、水晶鉱山のケージってやつインベントリー入ってる？水晶鉱山の何でしたっけ？ケージどんなやつですか？あの石板みたいなもん。あ、釣り呼ぶ。あ、あります、あります。ちょっと待って、運営チームです。やって、え、29日、今日今日の10時半から なんでやなんでやねん。あと30分しか、まあちょっと、まあまあまあ仕方ない、30分頑張ろう。30分でもうできる限りのことしよう。できそのインベントリのなんか下の方にクエストっていうのない？あります、推奨。そうそうそう、講座のやつ、うん、あります、あります。これ押してみない？ちょっといいっすよ、どうぞ。お先にどうぞ。あなたがこの形状を見ているのはきっと長い時を経た未来なのでしょう。私は運命と予知の女神ライマーです。600年。うーん、次は私は応援しないでね、しないでね、しないで。あ、え、嘘ダメだ。なんか別にクエストが始まるとかそういうのでもなさそう。一番高い場所にある花園で、そういうことか。1ページ目からどういうことだ。さあ、
時間ないし行こうぜ。いや時間ないし、無駄、時間ないし行こうぜ。もうせっかく今日は、ああえてさ、昨日やっぱりあれですわ、寝てしまわなければ。いやちょっと何の話かよくわかりません。何の知らばっくやる気か。ちょっとよくわからないですけど。LINE に証拠が残ってるんだよ。LINE やってないっすけど。LINE やってるだろ。証拠が残ってるぞ。ガラケーなんで。ガラ。とかガラケーだったか。ガラケー。え、でも、うん、パソコンでもできるでしょ、 LINE ぐらいやったら。ああパソコン持ってないんで。あ、これガラケーでやってます。ガラケーでやってます。まあ、マジで、まあまあ、しゃあないしゃあない。よく来たな。うつかから大体の話を聞いた。いろ、そんな顔しない。はい、はい。あ、ここで水晶鉱山か。うん。手に、あ、ほんまや。渡した。教えた？一部を教えた。この万人のようなものだな。女神は初代パラディン様へいろんなことを伝えられ、魔性ジェスティ強そう、ね。とにかく私は先に戦場へ行ってるから、万人たちと私の消えました。飛んできましたよね、どっか。よし、バジル受けるか。全部受けます。ちょっと待って、報酬受ける、受けよ、はい、こいつは経験値カード、あ、くれるやん。レベル2をくれるやつや。一石二鳥。何これ。選択報酬、靴、いいね。こっちにもなんか出てる。こっちもユポンいる、下に。あ、はい。あ、間違って変な話聞いちゃった。おい、やめろ。やめてくれ。裏切りのトーテム、はい、手伝います。手伝おう。性能改良、これ反復、またまた反復や。2も1個か。まあ受けようか。1回受けてみよう、とりあえず。1回受けてみましょうか。とりあえず上から行こうか。はい。なんかちょっとでかい、強そう、雑魚が。あ、一体何で。重力。あ、僕はいずれ使うことになるであろう。重力魔法、グラビティ、ブラックホールを手に入れるんで。そのまま吸い込まれたらいいのに、ブラックホール。ここらへん、あ、これや。うわ、なんだこれ。なんかボス臭がする。あ、ボスや。なんか V マーク出てない？出てますね。ちょっと V 押そうか。あ、消えた、消えた、消えました。 あ、出てきてる。消えてない。なんか V マーク長ない？長い。13秒あった。ちょっと時間稼ぎ。なんやろ、謎。あ、おい、オッケー。まだ V が出てる。消えなくない、これ。何これ。召喚書を使って、で、バントトーテム周辺に連れて行ってください。そうすれば破壊のシャーマンドールがバントトーテムを破壊してくれる。え？え、終わった？
いや終わってないよな。バントトーテムってどれ？どれや。あ、けどこれはあれか、メインクエストの、あ、めっちゃ下の方やわ。行こうか、連れて行こう。行きましょう。何にしようかな。これ見た目で選んじゃう？いや、僕はもうブーツですよ。全部ブーツやねんけど。全部ブーツやねんけども。いや、それはもちろん知ってましたけど、うん、まあ、僕は一番上のブーツですかね。あ、この白の。はい。じゃあオグバレサーブーツにしよう。お、 V を押したら召喚できる。なるほど。さあ来てくれ。さあ壊した前。あ、完了したね。捜索押すか、うん、C もちょっと UFO に似てない。いや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 悪口やめてください。ちょっとちょキャンセルされた。いやいて、かっちょいい今の。はい、余裕。さすが相手さん、火力がおかしい。火力がおかしいんだよな。よし、これで飛びましょう。飛びます。ちょっと待って、こいつら一掃してから飛ぼう。これが6箇所やね。ああ、そういうことか、うん、ちょっと離れ、頑張って探してくれ。あー、どこ行くね。あ、だった。お、終わったっぽい。はい、終わりました。うん、で、あとは平原にいる凶暴化した、これはどこや。いてててて、奥やな。ここや、ボスね、ボス。お、まあもう余裕ですよ。もうだって固まることないもんね。はい、もう負けんよ、俺こいつや。わ、明らかにボスや。調べるまでもないよ。なんやったら切りかかろうぜっていう感じ。マンドラゴラやね。凶暴化したカーニバー。あ、この地雷がやばいよな。ダメージやばい、これは。ダメ。あ、痛い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 。いやー、痛い痛い痛い。あい、よし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 。おお、強い。オッケー。はい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 。急なメンテナンスが入りまして、終了となりました。そう、2日目、約1時間ぐらいで終了。もうやばい、時間ないから。ちょっと今日集まった経験値カード全部使おう。いきましょうか。44めっちゃあるね。僕42。なんで少ないんだ。なんでちょっと多いんやろ。なんでじゃ、連打じゃ。いくつまでいくやろ。めっちゃ吹っ、あ、それでも結構厳しいかも。敵めっちゃ吹っ飛んでんねんけど。これ気をつけないとまたアイテム使っちゃうからね。76543210。よし。いやー、でも結構上がりづらいな、うん、やっぱもうここまで来るとなかなか厳しい ね、うん、結局レベルが32でクラスが9までいった、うん、そのくらいですね、うん、で、なんか最後の方武器めっちゃ拾ってたんよな。おーおー、見てよ、ポン。え？なんすかそれ。モーニングスター。何それ。
なんか先っぽになんかトゲトゲのやつついてるやつ。それ武器ですか？大したもの拾ってないな。特になし。はい。モーニングスターぐらいですかね、拾ったの。装備できねえ。これでいこう。まあ、もうあと4分でね、強制的に、落とされると思いますので、本日はここで終了しておきましょうか。おい。イヤホン。なんすか。痛い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 。ちょっと待って、勝ち目ないってこれは。まだ。何それ、ちょっと違うね。準備があるでしょうか。そのね、戦いにね、主張を出さない、言うてダメなルールはないからね。言ってる、戦争にルールはない。ここは一旦防御に回ろう。ちょー卑怯やわせこいわうえじゃないからはい、では本日はこれにて終了いたします。ありがとうございました。よし、ありがとうございました。はい、カット絶対勝てないじゃん